皆さんこんにちは、ドクターセリザワです。どうしてもジェットジャガーが欲しくてですね、先日ついにがっつり課金してしまいました。が来てくれませんでした。悔しいので溜まった G ストーンをトークンに変えてずっとやってみたかった構成のデッキを試してみます。キングオブモンスターズというゴジバトの最高位ランクで勝ち進むことも、重要ですけども、ただ勝ち進むだけでは全く面白くないですよね。少なくとも僕はそうなんですよ。今回のデッキはこのような構成にしてみました。ゴジラ VS コングではメカゴジラと対決してましたが、ゴジバト上では共闘することだってできるんです、コングはね。ということで早速試してみました。コングがゴジバトに実装されてね、しばらく経ちましたけども、なかなかねユニットとして使ってる人を見たことがないですね。ガイガンマーカライト構成を使ってる人でコングをユニットとして使ってる人は何人かいましたけども、僕はですねこれといって脅威を感じませんでしたね。運営さんが星4のユニットをなんとかしますっていう、星4のユニットの底上げというか強化を示唆するようなねメッセージを出してましたけども、少なくとも今の時点では星4レベル1のユニットとしてのコングの性能は星3レベル5にも満たないというのが僕の印象です。ユニット自体はねパワータイプである程度の攻撃範囲を持っているのも魅力ではあるんですけども、前シーズンから続けて育てられている相手の、カマキラスの群れとかデストロイヤーの容体とかね、それを一掃できるほどの働きは期待できません。現状ではヘドラやメカゴジラ、旧3式メーサータンクの方がよっぽどいい仕事をしてくれます。なのでコングを組み込んで勝利を目指すとしたら、ユニット7個でデッキを回すか、リーダーとして味方ユニットを支援するのが現実的なところではないでしょうか。なかなかねコングをがっつり使ってコラボミッションをクリアするというのはちょっと難しいのかなとも思いますけども、コングの必殺技自体はですね非常に優秀です。自分が囲まれた時にももちろん逃げられますし、 B2 だって落としちゃいます。一発の威力がでかいですからね。付与効果としてコスト4のユニットから強化できるっていうのも魅力で、メカゴジラやキングシーサーといった主力級のユニットもパワーアップできるんですよね。これで耐久力もあったらいよいよ手がつけられなくなるところですけども、現状ではまだ弱く一発直接攻撃を食らっただけで致命傷です。モゲラなんて天敵中の天敵ですね。キングオブモンスターズのランク帯でがっつりコングリーダーとして使用するには、他のユニットをレベル20以上に育てるか、コング自体をレベル10近くに育てるかしないとかなり使いにくいです。まあランキング上位者の中にはわざと耐久の弱いリーダーを使って勝つという縛りプレイをやってる人もいてましたけどね。ジェットジャガーをリーダーにしたりとか、コングが初めて実装された時もそうでしたね。その人たちは他のユニットレベルが30近くに達している人たちばかりなので、成り立つことではあるんですけども、新しいユニットを使ってみるっていうのはですね、新しい戦術を見つける機会にもつながります。あ、こんな戦い方があるのかって発見できた喜びは勝った時よりも大きい時がありますね。僕が以前ガイガンマーカライトを知った時もそうでした。最近では独自に対策を進めて、モゲラ以外の勝ち筋でですね、ガイガンマーカライトにも制限時間内で勝てることも増えてきました。でもやっぱりね、構成自体の防御力の高さは健在ですね。話は今使っているデッキの構成に戻りますけども、今の環境的に見ても施設系を使う人はほとんどいなくて、僕が当たった人の中でもそうですね、1人2人ぐらいのものでした。何百人とね、キングオブモンスターズのランク帯がいる中でほんの一握りなんですよね、施設系をメインに使ってる人って。事実コストが重い割に出てくるのは装甲の薄い兵器の群れですから、パッと見であまり魅力を感じないのも分かります。ですがご覧ください、こんな風に並み居る怪獣を退けて一気に戦線を押し上げることもできるんです。決してね、相手の怪獣のレベルが低かったわけではないですよ。みんな20近いレベルまで育てられているユニットたちばかりです。それでも打ち負けないこの威力、カマキラスの群れとはまた違った怖さを感じますよね。これだけ囲まれれば回復ゴジラ構成のゴジラだって正面から倒せると思います。絶え間なくメーサーでスタンしているところにヘリの集中砲火が飛んでくるわけですからね。
なかなか狙って発生させるのは難しいところでもありますが、メーサー攻撃が当たった瞬間に冷凍ゾンビを炸裂させれば相手を完全に動けなくさせることもできます。こちらは過去に挙げた5つの選択肢という動画の中で実証済みです。スーパー X3 はまだ実装されてはないですけども、疑似的に超低温レーザーを作ることもできるわけです。文明の利器はちゃんと怪獣にも通用することが証明されました。モロハの剣ではありますけどね。なかなか基地を破壊されると弱い構成ではあります。なのでパッと使ってすぐ勝てる構成かといえば、施設系はそうではないですね。今回の構成ではコングリーダーの能力を生かすためにキングシーサーを入れてますけども、本来ならメカゴジラがリーダーの方が力を発揮する構成です。兵器系のユニットを操って相手を制圧していくメカゴジラ、ちょっと見てみたくないですか。次回の動画では本腰を入れたメカゴジラデッキを使って勝利していきますので、動画の公開までもう少しお待ちくださいね。相手もやられてばっかりではないですし、いろんなユニットや戦術を使って勝ちに来てます。戦術勝利した相手に明日も勝てるとは限らないんです。新しいことを試すのはいつだって勇気がいります。試した結果、よろしくない結果が出ることも多分にあります。でもその一歩を踏み出した先にしか答えはないんです。現実であれデジタルであれゴジバトであれ、歩き続けた先に新しい景色が待っているということですね。このチャンネルではゴジバト動画の他にもゴジラ関連の様々な動画を公開していきます。ツイッターで毎日ゴジラネタをつぶやいてますので、いろんなゴジラが知りたい方はぜひフォローをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。